さんこんにちは、森有です。こんにちは、森有です。はい、テンションがおかしいんです。まあいつもおかしいんですけど、もうすぐクリスマス。意外ともうすぐクリスマスじゃん、やば。あ、友達とイルミネーション見に行っちゃうし、こうちゃん仕事だし、で帰ってきたら必然的にいるので大丈夫かなと。毎年去年は過ごせてたんですけど、過ごせてないな。去年も同じ友達とイルミネーション見に行って、夜帰ってきたらいるから一緒に、まあ過ごせてはいいだね。そうなんですけど、私にもクリスマスプレゼントがちょっと早いけれどもね、なんか4日ぐらい前に、でってるでってってるでってってる、例のですよ、毎回のですよ、この UFO キャッチャー届きましたということで、開けたいと思います。全然クリスマス関係ないけどね。でね、すごい嫌な予感がするんです。っていうのは、私低反発枕を2つこうちゃんと私の分取ったんですよ。で結構すごくね、綺麗に取れてるね。でこうちゃんも見てて、おーとか言って、気持ちいいねとか言ってたんですけど、あのネットでねやるから。でなんだけど、これが多分そうだと思うんだけど、薄くないっていう、なんか私が思ってた枕ってこれ、まあ、これだとちょっと太すぎだけどさ、もう少しこんぐらいで1個だと思ってたんだけど、これ枕じゃないことを私は祈ってるんだよ。でも絶対そうなんだよね。まあ開けてみます。ほらほら、でってるでってってでってるでってってちっちゃってってるでってってってるでってって枕かわいいでしょ。かわいいけどちっちゃかったね。なんかコラボしててさ、ドラちゃんとさ、キティちゃんが、だからかわいいなと思って2つ取ったんです。わざわざさ、1人、なんつうの、2人で、寝ようと思ってね。でうちイエスの枕あるんですけど、イエスの枕だと枕が低すぎるって言われて、だから低反発のがあるからおーと思って取ったんですけど、取ってみたはいいけれどもよ、ちっちゃいな、お尻に引くぐらいだなまあ入らなくはないけど、うん、多分帰ってきて笑い崩れるんだろうなっていう小ささだったでネットキャッチャーのさ、恐ろしさってそこじゃない、サイズがわからないっていう。もうちょっと大きいかと思ってたな、びっくりした。はい、まあこれとこれですね低反発だけどさ、絶対すぐ潰れるやつだよこれ。ほら片手に収まるもんだって。へい置いときましょう。はい、置いときましょう。ここにちょっと置いときます。あとですよ、でってるでってってってるでってって、むしろこっちの方がでかいっていうね。あのね、なんかね、これは UFO キャッチャーなんですけど、 UFO キャッチャーまずこうフックで引っ掛けてぐるーんって取って、中から当たりのボールが出たら当たりですみたいなやつだったの。だからなんだろうな、確率的には倍の確率というか、まあ当たる、まあくじ引きじゃん。で UFO キャッチャーで取れれば取れただけど、取れてその中から当たりが出ないと当たりじゃないですよってやつなんですよ。で当たって、おーおーと思って、あでこうちゃんに、え赤いの出たよとか言って、おおとか言ってたんだけど、2人で見てて、でそれだったと思うんだよね。これほらすごい、でん、えでか、無駄にでか、あー揺れた、すごい大きい、じゃーん、でっか、濃厚チーズ気分、でっかいな、すごい、どんどんうち UFO キャッチャーのものが増えていく、でけーこれね、調べたらね、1個がすごい高かったんですよ。で私400円、あの198ポイント使うんだけど、400円で取れたの。あ、こういうことか、2個入ってるんだ。そうだから400円で取ったから、元より多分100円ぐらいはお得に取ったのかなって。 2回で取れたからすごいな、なんかでかいな。ということで今日はネットの UFO キャッチャーの商品紹介、なんだ、商品開封でした。ネットの UFO キャッチャーね、載せられればいいんですけど、毎回言うんですけど、
パソコンでさ画面撮るからさできないんですよね。パソコンの画面を映すっていうのがなんかできなくて、ちょっとできたらいつか やれたらいいなと思うんですけど、今日だ重い。今日はこちらでした。景品、皆さんやってみてくださいぜひ。まあ私も、まあ、いろんな UFO キャッチャーあるんですけど、私は1個のところで今獲得数が103個ぐらいになってますなんかどんどん階級上がってって、なんかよくわかんない覇王っていう階級になってます。はい、ちょっと商品に包まれて寝たいと思います。ということで森やりでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。なんで置かないかって、置くところがないから、うん、はい、これからもご視聴よろしくお願いします。森有でした。バイバーイ。